どうなんですか。申し訳ありません。この酒は目指してた酒じゃありません。とにかく杜氏を寝かせよう。ゆうべからろくに寝てなかった。私が。そんな。じゃあ夏子は杜氏にあの体でまだやれと言えるか。辰巳式の酒は来年新しい杜氏でやり直す。じっちゃんは引退ってこと？そうだ。杜氏に話してくる。待って。私が話す。夏子が謝ることはない。辰巳式をあんな酒にして当時失格だ。なに、来年新しい当時がきっと成功させてくれる。そんな。会社の決定だって。杜氏さん、残念だけどいつか日下部君が辰巳式の酒作って、私それまで待ってる。元気出して、私がまた辰巳式作るから。日下部君のために作る。何年でも作るから。みんな、すまん。私から辰巳式を取り上げんでくれ。
まっちゃん。じっちゃん、じっちゃん、このまま行こう。お兄ちゃんはじっちゃんと私に達人式を託したんだよ。じっちゃんと一緒じゃなきゃお兄ちゃんの夢を実現することにならないよ。アツコ、今さら何を言ってるんだ。社長、社長、もう一度、もう一度やらせていただけませんか。お願いします。社長、やらせてください。夏子、どういうことか分かってるのか。私が守る、私がじっちゃんを守る。お兄ちゃん、私はもう逃げません。私に勇気をください。この番組はダイハツ。もっと気合い入れて、ゴールはまだまだ先なんだから。はい。草壁くん言ってたよね、一人で苦しむなって。約束する、力合わせて頑張ろう。仲間だもんね。はい。あ、夏子。杜氏、産後タンクの達人式です。からし具合どうでしょうか。よし、明日千枚だ。はい、わかりました。産後タンクも始まる。また忙しくなるぞ。これからはタンク二つだ。夏子も頼むぞ。二号タンクはきっといい酒になるよね。当たり前だ。どうした。三号タンクは諦めよう。何を言ってる。じっちゃんの体で両方は無理よ。2号だけにしよう。じゃあなぜわしを引き止めたんだ。酒を作るためよ。いい酒を作るため。いい酒を作りたいの。だからじっちゃんの力を2号タンクに全部注いで。じっちゃんに元気なままで酒造りを成功させてほしいの。夏子、少し考えさせてくれ。
俺が産後タンクを。どうだ草壁。やりたいです。やります。夏子、辰錦は一粒たりとも無駄にはせん。これでいいな。専務として3号タンクの当時に任命します。ありがとうございます。私が初めてこの蔵に来た日、8年前、初めてもろみの匂いを嗅いだ日。おいしい。それが月の露の特別純米酒だ。でも私違いまでわからない。舌だけで味わおうとするからさ。本当に最高の酒を味わうにはそれだけじゃまだ足りない。どういうこと？心さ。心？最高の酒に出会った時、きっと心で感じるものがある。俺はそう信じてる。舌で味わうこともおぼつかないわ。分かるのは美味しいってことだけ。それでいいのよ、お姉さん。したの。今度はきっとうまくいくよ。不思議だね。2年前たったあれだけだった種もみが。ね、草壁くんの方なかなか手伝えなくてごめんね。いや、十分です。え？今の笑顔で十分です。聞こえますか？ん？もろみが歌ってます。
その日がやってきました。この酒は、こんな酒がこの蔵から。夏子、ありがとう、じっちゃん。だね、はい。松尾様もびっくりだね、この酒。安尾さんは何て言うでしょう。お兄ちゃんは満足してくれる、褒めてくれるに決まってるよ。もちろんです。俺はただ、安尾さんならどんな言葉で。お兄ちゃんの気持ちは私と同じだよ。聞かなくても分かってる。お兄ちゃん、酒ができたよ。飲んでくれた？お兄ちゃん？心だ。心で感じたか、夏子。お兄ちゃん、お兄ちゃん、この酒は。なっちゃん。
仏壇の扉閉めたの。なっちゃん、うん、お兄ちゃん寒いかなと思って、ごめん勝手に。お供えしたお酒は？よく持ちこたえたな。明日はお披露目の会か。じっちゃん。夏子、ありがとう。あん時帰ってたら残りの人生後悔だけだった。夏子のおかげだ。誰もいないのね。当時さんの酒がうまくいくとみんな草壁くんの酒には興味ないみたい。夏子さんまで。もろみ見せてもらっていいかな。どうぞ。もうすぐなのね。はい。なっちゃん、来なかった？ いえ。うちにいないのよ。なっちゃん！
なっちゃん、これ見てきます。草壁くん、私の酒のどこが気に入らん。何言ってるの、あの酒は最高だよ。野草専務に飲ませられん酒がか。夜中に墓に行って謝らにゃいかん酒がか。あの酒は素晴らしい酒よ。だけど何かが足りないの。でももういいの。何がいいんだ。今日のお披露目は中止だ。じっちゃん、納得できん。所詮夏子の主観です。しかも本人も説明できんようなことで。そうよ、じっちゃん、もういいの。夏子、お前が満足してない酒を辰錦の酒として世に出すわけにはいかん。この2年間わしを動かし引っ張ってきたのは夏子、お前じゃないか。わしは夏子の酒を作っとるんだぞ。当時あなたの酒造りは今年が最後なんですよ。承知の上です。酒は、当時さんの酒は火の打ち所のないものでした。あの酒を飲めたことを僕は誇りに思います。ありがとうございます。荒木さん、当時草壁が醸造を始めました。草壁の酒を飲んでやりましょう。
酒部の初めての酒だ。出来よりも可能性を見てやろう。夏子、これか。これなのか夏子。お前が求めてるものは。これが辰錦の酒なんだ。俺が、俺がこんな酒を。さあ飲んでやろう。はい、はい、みんなに聞き上手だ。はい。おい、ありがとう。これを待ってたんだね。なっちゃんにはかなわないよ。酒部よね。とんでもねえ酒作りやがってこの野郎。よかった、よかった。酒部やったな。おい、改めて乾杯だ。よし、よし、社長。よし、乾杯。乾杯。夏子はまるでお前がどんな酒を作るか知ってたようだ。俺はただ、夏子さんのような酒を作りたかっただけです。お日様みたいな夏子さんの笑顔を持って作りました。それじゃあかなわんはずだ。やっぱりこれは本物の夏子の酒だ。
酒だよ。どうして今日来なかったの？わざわざ私に、うん、だって日下部君の酒だよ。なんで？どうしたの？これなのね。夏子さんのような酒。え？夏子さんのような酒を作るって日下部君が。いつか俺が自分で酒仕込めるようになったら、夏子さんのような酒作ります。夏子さんが好きです。私は失恋。私今年もここで辰錦作るから、今度こそ自分のために作るから。美味しいけど、美味しい。やっと終わったのね。いや、始まりなんだ。あの酒を日本中に広めてみせる。僕の力が試されるのはこれからだ。お仕事だな。一人じゃないから。私も手伝わせて。もっと気合い入れて。もうすぐ今年の米作りが始まるよ。ええ。のんびりしてられないよ。ええ。これからなんだよ、私たち。
たよ。お兄ちゃんの酒だよ。